久保さん、今回マザー・テレサにしましょうか。あなたはあなたであればいいと。まあ部活ってまあ厳しいところもあれば部活動みたい楽しくワイワイやるっていうところもあるだろうし、まあ人それぞれでいいんじゃないですかね。まあ僕はまあ厳しいところにいて、まあいろいろな刺激勉強、まあ人生において、んなんかいい思い出いいよ、今となってはいい思い出になりましたね。で人生の まあ僕なんか発信のネタになるんで、よかったなと思います。ただ、それが、うーん、まあ今風で言うならば、暴力みたいなね、暴力振るわれてみたいなね、うん、あるかもしれないですけど。<laughs> まあ時代も時代ですよね。今、暴力振るわれると問題になるんだけど、別に昔はもう、ひっぱたかれるのはなんか当たり前でしたからね。だから時代が変わると常識も変わるし、価値観も変わったりとか。 人それぞれ変わりますね。いってらっしゃい。